はいどうもこんにちはクレイです。よろしくお願いします。さあということで今回は OB 篠塚選手初紹介やっていきたいなと思います。はいということで OB 第6弾のね動画に関してはここまでいろんな動画出してますのでまだ見てない動画あればぜひね合わせて見ていただければと思うんですが、今回はねこの篠塚選手累計だったかな累計で引き当てることができたので、初勝やっていきたいなと思います。まあ限界突破に関しては今回選択の A ランクの契約書のね2枚だけっていうところなんですがそれ以外の部分は、バッチリと上げてきてますのでまあ能力とかもねマックスなんで極みのものと同じ形になってます。でまあタイトルとかねサムネにもあると思うんですが今回のオーダーは歴代最強巨人純正でやっていこうかなと思います。まあいろんなところで歴代最強オーダーなんていうところ歴代最強ベストナインなんていうところはね言われるところかなと思うんですけどまあ長い巨人軍の歴史の中でですねまあこの篠塚選手が入ったことによってまあ今回本当に完成したと言ってもいい、このオーダーで戦っていこうかなと思います。まあベンチに関してはね、できる限り限界突破が進んでる選手育成が進んでる選手っていうところを入れてはいるんですがまあ改めて見てそうそうたるラインナップだなというところでございます。まあちょっと阿部選手だけねスピリッツが、低いところであるんですけどまあ本ちゃんの並びで言ったらでもこれ打順の並びもめちゃくちゃ難しい。マジでもう全選手クリーンナップ打てるレベルのね、選手が揃ってるかなっていう感じではあるんですがまあ今回はこの並びでねやっていこうかなと思ってます。じゃあ今日も2試合か3試合ぐらいですかね、やっていきたいと思います。いきましょう。さあということでやっていきましょう。本日の初戦でございます。よろしくお願いいたします。はいということで先発は菅野さんで来ました。まあピッチャーはねちょっとなかなかリアタイ的な部分で強い OB 投手が巨人の選手はあんまりいなくて、まあ、僕自身江川さんとか持ってはいるんですけどまあなかなかねちょっとリアタイ的にはっていうところなんでまあ今回はピッチャーは結構現役の選手とかも多めで、来ております。さあということで新シリーズの菅野さんを使うのは意外と動画でもなかなかないのでは。結構セレクションのものをね、ベースで大会とかでもスピちゃんの予選大会とかもセレクションのものを使ってはいたんですが今回は、シリーズ2の新しいものをね、使っております。さあ、まあ、先頭はしっかりと切れたんですが、まあ、篠塚さんのねちょっと歴史みたいなところを僕個人的にも昨日いろいろと、まあ、動画見たりとかして調べてきたんですけどまずそもそも巨人に入団した経緯がなかなかに面白くてですね、まあ、甲子園でね優勝に導いてから、まあ、ちょっとあの病気にかかって入院されていた時期がおお長嶋さんの守備素晴らしい。でまあその病気もあってね他球団が結構こう篠塚選手の獲得を渋っていたところを、まあ、今ファインプレーをしたミスター長嶋さんが、まあ、もうスカウトとかの反対を押し切ってもう篠塚さんを取りに行くというところで獲得に至って巨人篠塚さんがね、誕生したというエピソードがあるみたいなんですが、まあ、当然僕自身もその時代のことはね全然知らなかったんでこういう形で調べて知ったんですけどおこれ落ちる OK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  いやでもそれで実際本当にね活躍するからすごいですよね。さあということでその篠塚さんです。チャンス出てほしかったな。流し打ちだけ能力が相手が出てる分結構落とされましたね。さあ初打席行こう。おーわーナイスボールそれは無理や。いやこのダルビッシュさんとの対戦熱いな。ダルビッシュさんの野球を始めたきっかけもこの篠塚さんのねバッティングサヨナラホームランを見てっていうね伊藤智人さんからのサヨナラホームランを見てっていうそんなエピソードもあるんですが打ち取られました。いやダルビッシュさん本当にでも最強決定戦 MVP おめでとうございます。いやーすごいわマジで。僕自身も序盤中盤あたりでダルビッシュさんと結構上位でね当たらせていただいたんですけど全く勝てませんでした。いやもう本当にオーダーの作り込みが素晴らしかったっすね。僕自身の結果はちょっと多分今、スクショ等何なり、貼っておくと思いますがこんな感じになってます。よく言えばベストナインでねあの限定背景欲しかったところであるんですけどまあでも皆さん本当に今回ね仕上がりがすごかった。さあちょっと待って2アウトになっちゃったんでここでなんとかミスターで先制しておきたい。全出ししてるお互い全出し OK。 いやーボールかまあ、しゃあないタイミングが全然合ってない。さあちょっと歴代最強ナインをもってしてこのバッティングはちょっとああ篠塚さんおおよかった。おお主役がエラーなんてそうそう他の回でもないんでいやーよかったよかった。篠塚さん守備もめちゃくちゃいい印象が強いですね。もう映像でしか僕も見たことないんですけど、まあ、あとはねやっぱりプロ野球選手が憧れるプロが憧れるプロっていうイメージが非常に強くてそれこそイチローさんとかもバットをね篠塚さんモデル選んだりしてたりとか
まあ、あと石井拓郎さんとか立浪さんとかも篠塚さんに憧れてたなんていうねエピソードもあったりするんで、本当にプロが憧れるレジェンド選手っていう印象が非常に強い選手ですね。まあ、それももちろんバッティングだけじゃなくて、まあ、守備も含めてこう全てのねプレーが素晴らしいからっていうところだともちろん思うんですけど、はい、まあ、そんなところで菅野さん素晴らしいピッチングでした。さあ行きましょう。さよならするよ。東京ドームのバックスクリーン早く新しくなってほしいな。あれ、まあ、なかなかね個人的にもこの看板が結構東京ドームの特徴っていうところも思うところはあるんですけど、まあ、でもあのでっかいビジョン普通に迫力があって、多分現地で見たら相当迫力ありそうですよね、あれね。まあ、おそらく早ければグランドオープンかなと思うんですけど、でもちょっとさすがにどうなんだろう、間に合わないんじゃないかなっていうような気もする。この東京ドームとかその球場の改修、そのゲーム内での反映はなんか早い球場と遅い球場があるイメージがあって、これ生放送とかでも言ってるんですけど、ハマスタのウィング席とかはねなんか結構あれもうここで実装されんのっていうぐらいのタイミングで実装されたりもしてたんで、どうなんだろう、バックスクリーンはまあもしかしたら来年かもしれないですけど、まあ、今年反映されたらめちゃくちゃ激アツですね。さあ有本さん行こう。いやーナイスボール。誰さんのこの通信やっぱ動くな。よし、さあさよならしよう。クロマティやっぱホームが特徴的すぎる。超合格も出てるんで、おお、のけぞらせる戦法かな。やばい正面。じゃあ今現キャプテンに決めてもらいますか。いやでも8番に坂本さんがいる打線ってやばいよな、冷静に。多分安倍さんがもうちょっとスピリッツ高かったら、まあ、坂本さん9番とかになってたかもしれないし、この打線改めてえげつないということで、犠牲フライじゃなかった、超えた、 GG 初戦勝利果たした。さあということで本日の2試合目でございます。よろしくお願いいたします。また高校ですね。2試合目の先発は沢村さんで来ました。まあ中継ぎでね沢村さん使う人が多いと思うんですけど、ちょっと先発が巨人純正は不足しているんで先発で持ってきました。まあそれこそね巨人純正でここまで出てない人で言うと、まあ OB がやっぱねピッチャーきついなっていうところは当然あるんですけど、まあ個人的に期待してるのはやっぱり、まあ、沢村栄治さんとかまた別所さんとかかな。その辺はもう出てきてもいいと思うんですよね。まあ、沢村栄治さんちょっと分かんないですけど、まあ別所さんとか200勝投手で結構出てないピッチャーまだいる印象なんで、まあ、出てきてくれるんじゃないかなとは思っております。まあ球種がどうかっていうところはまた微妙ですけどね、まあ、どうしてもちょっとその OB 投手が輝けない、輝きづらい環境があるんで、まあ、そこはなんとかなったらいいなとは思っておりますが、さあ簡単に2アウト。沢村さん先発って意外とやる人いなくて、結構相手もびっくりしてるんじゃないかな。よし取れるよね。おお、よし、さあ行きましょう。お相手の先発は小林さんです。小林さんか、あんまり当たったことないけど、まあ、普通に球種面白いんですよね。ちょっと最近バッティング不調なんで打率も上げたいな。いやーボールか、それ結構落ちるんだな。変化量いくつだ、フォーク4か。さあ篠塚さんお願いします。お、流し打ち警戒されてる。篠塚さんの流し、綺麗な流しヒットを警戒してるのかな。で篠塚さんのこの応援歌ね、あの巨人横浜限定戦、なんて言ったらいいの、横浜戦限定応援歌っていうのがあるらしくて、それと交互に流れるやつにしてますね。なかなかおもろいよね。うわーちょっと待って、打てん。なかなか面白くないですか、その1球団にのみ適用する応援歌って。今あんまないよね多分。なかなか珍しい。いやーそこにいるんかい。おーシフト。いやちょっと歴代最強ベストナインを使ってこのバッティングはちょっといけませんね、マジで。高め、よし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 。ツーシームやっぱ待ってますね。ボールになるツーシームとかで結構振ってくれそうな感じはするが、これも取るでしょう。 OK ナイス。さあ2試合連続サヨナラで決めますか。ちょっと篠塚さんで打ててないのがマジで悔やまれるけど。おお、ローズ、巨人版ローズとか出ないかな、あいつか。まあローズ選手がねいた時代、なかなかこうチームとしてはあんまり勝てなかった時代なんで、ちょっとあれではありますけど、まあでも、おお、ミスター完璧ということで2試合連続サヨナラ勝利、 GG ご視聴でした。